こんにちはテンバーーアカデミー堀秀夫ですえ今日は儲かる商品探しでね、えーまあ、メンタルブロックの解除というか、え先入観を解除するエピソードを一つ、えー、お話し,します、えー。制約価格、それから販売価格、これにばらつきがあるのは当たり前と。例えば、ある商品の制約価格が5ドルから500ドルまでばらつきがあると。ねえーこれ フィクションでなく実際にこういうい商品があります、まあこの時にいくらで売れると思うか、まあ、私なら最高値の500ドルで売れる可能性があると考えると、で実際はこの商品の仕入れ価格が100円ならま13ドル、ね、1100円で売り出す。なぜならこの値段なら利益は十分出るから。まあねえー、よほどニッチな商品以外は高く売れば売るほどライバルは早くたくさん増えます。 まあ、EBA みたく、ねえー、梱包発送やる、えー、商品だと、まあ、できるだけ高く売ってね、えー、利益を取りたいとこなんですけどアマゾンの場合、あくまで FBA でね、えー、儲かる商品を、まあ、たくさん売るとね、えー、例えば1回にね、この商品が、まあ、あったとして1回に4万円儲かるよりも、えー、1回に400円で、まあ、1000個売った方が、えー、利益はでかいと。 1>, 1回400円で1000個だと40万儲かりますからねえただ500ドルでね、えー、4万円儲けて4万、まあ、5万円近く儲かるんですけど、えー、500ドルで売って8回は売れないだろうと8回売ってる間にね、えー、ライバルはどんどん増えるで、えー、500ドルで買う人はすごい少ないんで、まあ、これがねポコッとね500ドルで、えー、毎週売れるとかね、えー、23日に1回売れるってのは考えにくいんで まあ売れる価格でたくさん売るっていうのが、まあえー、FBA で売る儲け方の基本になります。も、ま、と、あ、にね、えー、こう値段にばらつきあるっていうのは、まあ、よくあります。でね、今たまたま、えー、空港のラウンジにいてね、えーまあ、ラウンジで旅行中に次の旅行とか、ね、航空券の値段を調べてる、あるいはサポートしてるというのをやってるんですけど、えー 旅行プランニングがね、私好きなんで、まあ、航空券を見てるとね、もう価格はすごいばらつきある、まあ、これに慣れてます。で例えば、バンコクに旅行するとします。で、買う時期、航空券を買う時期、どの飛行機会社で行くか、航空会社、それから搭乗クラスによって、価格には50倍以上の価格差があります。ねえー、LCC 使えばね、2万円前半で行けると。 これベトナムコック1万円って書いてありますけどこれ、ねえー、安く見せかけて実は、えー、燃料費サーチャージと、ねえー、税金別って形なんで、まあ、それが乗ると、ね、4万円超えると思います。まあ、5万円くらいかな。まあ、何しろ LCC だと2万3千円片やファーストクラスだと、えー、安くても44万2790円、ねえー、高いファーストクラスの航空券だと 万 5, 円という金額になりますファーストクラスでもこんだけ開きあるんですねで実際タイ航空でファーストクラスを買うと44万2790円ですじゃあこのね114万5010円って何なのってことなんですけどこれおそらくねスターアライアンスの航空券で日付と航空会社がね変更できる航空券だとこういう値段になっちゃいます まあ何しろそんな形で、えーまあ、ファーストクラス44万2790円で、えー、一方 LCC 使えば2万3000円という金額の差ですでちなみに私はね可能、えー、ならば、ね、ビジネスやファーストがいいなというので、ね、選んでるんですけどこのファーストクラスの航空券もね、まあ、航空券って面白いもんで対国,国際航空から直接買うと44万2790円なのに マイルでね、マイルを安い時に買って、マイルを買って、これしかもね、ユナイテッドのマイル、まあ、対航空のマイルでもいいんですけど、大航空のセールってあんまやってるのかどうかわかんないんで、私はユナイテッドのマイルを貯めてるんで、ユナイテッドなんですけど、ユナイテッドの半額セールでマイルを買うとね、1マイル2円で買えます。1マイル2円ってことは、 これねファーストクラスのセーバー特典だと往復13万マイルなんで、えー、2円 ×13 万で、えー、26万円、まあ、プラスあ空港使用税のね、えー、税金の5580円で、えー、ファーストクラスの航空機がゲットできると。直接航空会社で買うよりも 他社のしかもマイルを減るとね、ぐ、えー、っと安くなるというのがね、面白いところなんですけど、まあ、航空券っていうのはね、こう価格差もあるし、そういう買い方によって安くなるとかいうのもあります。そんなわけでね、仕入れ価格もバラバラだし、売れる金額もバラバラというのはね、えー、しょっちゅうあるんで、まあ、全然、えー、値段がばらつきあるっていうのは、普通のことなんでね、えー、そんな、まあ、気にすることはないと。 高く売れる商品は高く売れる高く買う人がいる場所は高く買うというのでね商品探しをしています、まあ、そんな形で、ね、よく質問されるんですけどどの金額をね信じればいいんでしょうかということでね、えー、まあ制約価格がバラバラだというのはねよくあることですし、まあ、どれを信じたらいいのかなと。 じゃなくてねまあ安い商品を安い商品仕入れて販売しているわけですから実際にね売りたい値段で出してみるとで売れたらまた仕入れるという形で繰り返すんでねこの逆に製薬価格がも本すごいねばらつきがないという商品は儲けにくい商品で特にね日本だともう儲けやすい商品がかなり減っちゃってますんで 1、まあ、一つの商品は1つの値段が当たり前的な、ね、発想はあるんですけど、まあ、逆に、えー、こういう航空券の例なんか は日本でもばらつきありますし、えー、逆に普通の、ね、商品価格でも、えー、買う場所買う時期によって値段バラバラというのはね、えー、当たり前のことですし、まあ、景気の良い,いオーストラリアであれば、えー、そういうのを気にせず買う人もいるんでね、えー、逆にそういうのを気にせず買う人がいる商品コストも儲かるんで、まあ、どんどんばらつきあって分かんないってんじゃなくてねばら、えー、つきあったらこれはチャンスかなという形でね、えー、商品探しをしていっていただければいいなという,ふうに思います。 以上、天板アカデミー堀秀夫でした。